ロウニンプビデオスカイウェイブ400リミテッド ABS チャンネル。こんにちは、ロウニンプです。今回はですね、ワンバイワンさんの方から商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。はい、イヤホンになります。これは普通のワイヤードイヤホンになります。で、マイク付きなので、イヤホンマイクということになります。パッケージになります。取扱説明書、収納ケース、ケーブル調整用のクリップですね。サイズ違いの交換用のイヤーピース。嬉しいことにですね、あまり通常ついていないイヤーピースがついてます。はい、こちらご覧ください。はい、わかりますでしょうか。キノコが2つひっついたようなやつですね。フレンジタイプと言われる、イヤーピースですね。フレンジタイプというイヤーピースがついています。これフレンジっていうのは、フレンジタイプっていうのはですね、これ耳がこっち側に中入りますよね。で、外向きにですね、ひだひだがついてるんですね、2個とも。なので外の音を弾き返してくれる、中に入れないというタイプで、フレンジタイプの方ですね、がついてます。で、これ2つのタイプなんですけど、もう1つですね、トリプルフレンジもついています。3つですね。で、これは人によりけりなんですけれども、耳の奥の方にですね、このトリプルの場合は入ってしまって痛いなとか気持ち悪いなという場合は、この2つの、傘がついてる方を使っていただいて、じっくりやっぱりしっかり聞きたいなという場合は、こちら3つトリプルフレンジのイヤーピースを使うということで、これですね、通常私手話のやつは別で購入しています。別で購入しているものが標準でついているということで、これとっても嬉しいイヤホンだと思います。この値段の中でイヤーピースもう一種類ついているんです。それもケース入りです。はい、こちらですね。はい、わかりますでしょうか。ウレタンタイプのですね、イヤーピースですね。よく以前にもご紹介しましたコンプライさんのイヤーピース、こちらですね、と同じ素材でできているもので、これ見ていただきます。ここしっかりへっこみます。で、へっこんで少しずつこう変形した状態で元に戻る、外の音ですね、しっかりと耳に入って外の音をですね、防いでくれる、とても優秀な優れたイヤーピースです。これがですね、ワンセットついてきてるんですね。これはでも本当にお得だと思いますね。ジャックの方もですね、変わった形をしています。はい、一応金メッキ、こういう感じですね。はい、で、この形がまた独特の形をしてますよね。ちょうど耳の形に合うような感じになっています。結構落ちにくいですね。はい、スケルトンなので、こうした方がいいかな、こうした方が見えるかな、見えますね、こう。はい、実はですね、ドライバーがこのイヤホン2つ入っています。見えますか。1つと2つ目、1つ2つということで、これデュアルドライバーになってるんですね。はい、見えますでしょうか。これ、あ、ちっちゃい方が今見えてますね。ちっちゃい方のドライバーと、イヤーピース側の黒いところにももう1つ大きめのドライバーが入っています。ということでですね、もう言わなくても分かると思うんですけど、音とてもいいです。本当に音がいいです。なんて言うんでしょう、きつい低音でもないし、きつい高音でもなく、程よく気持ちよく聞かせてくれる音質になっています。デュアルドライバーですよ。デュアルドライバーで2000円台、デュアルドライバーで2000円台でマイクがついて、リモコンがついて、ケースがついて、そして交換用のイヤーピースが豊富についてます。もうまさにですね、まさに音にこだわった商品だと思います。2000円というお値段でこれだけの付属品も付き、かつ
デュアルドライバーで音質がいいっていうことになれば、これはもうコストパフォーマンスにめちゃめちゃ優れてると思います。今回はですね、ワンバイワンさんのイヤホンのご紹介をさせていただきました。それではまたご覧になってください。さよなら。